はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。前回から新しい動画シリーズとして、中国から買い付けたアメリカで販売することができない、買い付け NG 商品、並びに、買い付けられないことはない。販売できないことはないんだけれども、リスクが高いので、避けておいた方がいい商材について、一動画、一商品でお届けしております。前回のこちらの動画、まだご覧になっていない方は、ぜひ合わせてご確認いただければ幸いです。前回に引き続き、FDA、 food and drug Administration 日本語で言うとアメリカ食品医薬品局という言葉がキーワードになってまいります。さて、今回も茶番なんですけれども早速変身させていただきます。今回紹介させていただく商品はこちらです。 はい。今回はサングラスは買い付けてはいけませんよという話をさせていただきます。100均だとかドンキホーテだとかどこでも売っているものですから気軽に扱えそうな気がしますよね。しかしながら実はこのサングラス医療機器、メディカルデバイスの一つに入ります。FDA が定めているメディカルデバイスの中でクラス1、クラス1の中に当てはまるもので包帯とか絆創膏とかそういったものと同列の医療機器になっています。 ています。正確な言い方をすると買い付けられないことはないんですが買い付けて販売するまでの間で3つの書類が必要になってきますまず1つ目 FDA Registration Number FDA が定めた輸入許可登録ナンバーになります次に2つ目 Medical Device Listing Number というもので輸出する商材を FDA に登録する際に自動的に生成されるナンバーになりますそして3つ目 Drop Ball Certificate というサングラスの対衝撃性の強さを示す証明書になりますこれらの書類がないまま発送してしまうとアメリカの税関でストップ保留になってしまった。 証明書を提出ししないと変装されてしまうんです、ね、よくよく考えてみればわかることなんですが、サングラスの本来の目的っていうのは眩しさ。日光の光をある程度遮断して目を保護するためのものですし、その目を保護するためのサングラスの対衝撃性がないと、ちょっとした弾みで壊れてしまって、むしろ目を傷つけてしまう恐れすらあるわけです。ですから FDA のしかるべき書類や対衝撃性を示す証明書が必要になってくるということです。 ここで一つポイントです。日本では、もしくは我々の感覚では、医療関係、医療機器に当てはまっていない商材が、アメリカだと医療関係の商品、メディカルデバイスとして扱われていることがよくあります。ざっくりと申し上げれば、日本人が考えている、これ医療関係だろっていうものよりも、アメリカで定められている医療機器、メディカルデバイスの範囲ははるかに大きいっていうことなんですね。というわけで、今回はサングラスは買い付け NG という話をさせて ていただきましたすごく細かい話をさせていただくとある代行会社を通してアメリカに入れようと思ったら税関に止められたけれども別の代行会社にお願いしたらどうにか販売までできちゃったっていうケースもあるっちゃあるんですしかしながら今回お話しした通り医療機器に当てはまるものですからこういった商材っていうのを扱わない方がいい我々はセラーとして危ない橋を渡る必要はないという考え方で進んでいくことが重要 なってくるかと存じます。最後までご清聴くださりありがとうございます。もしよろしければ高評価チャンネル登録の応援いただければ幸いです。では失礼いたします。